はい、今回トヨタのミドルクラス SUV のラブ4に一部改良の情報が入ってきたんで、改良点と性能オプション関連、値下げ構想、バスター新納期について紹介しながらですね、改良後ラブ4の方見積もっていきます。で、 SUV で現時点だと SUV が579車種あってんで、今回ラブ4ですね、こちらを見積もっていきます。で、グレード変更でパワーユニット別の人気車の割合としてガソリン車が一番人気で5で、その次がハイブリッド車で4で、 PHEV が一番人気なくて1で、ガソリン車が一番人気なんですよね。中でもアドベンチャーが人気車で、駆動は4駆、トランスミッション CVT で2リッターのガソリン車、ダイナミックフォースエンジン、もうじき改良控えているカローラクロスもですね、2リッターのガソリン車ですね、なる予定で、ハリアとかも一緒ですね。ではまず別ページでボディ色のチェックからで、最近見積もり画面だとですね、切り替わるの遅いんで、で、グレードによってですね、パワーユニットによって選択できるカラーが違ってきて、こちらはガソリン車のアドベンチャーですね。グレーメタリック、料金かからなくて、まずモートンからチェックしていきます。ブラックマイカも料金かからないですね。レッドが33,000。カーキもですね、料金かからなくて、ツートーン、ルーフがホワイトで、ホワイトじゃなくてグレーなんですね。グレーアーバンカーキー。これが55,000で、ルーフがグレーで、グレッシュブルーの組み合わせも55,000ですね。で、燃費が 15.2 キロパーリッターで、で、今回は、料金がかからないボディ色にしたいんで、カーキですね。モートンのカーキを選択。で、インテリア。合皮なんですね、シート表皮。オーキッドブラウンか、ブラックか、両方とも料金かからないんで、ブラウンの方ですね。選択して、で、オプション関連。セットオプションは確かインテリアの項目にやったと思うんですけど、ベーシック一押し ABC に分かれていて、まあ、一番安いこの C の方ですね。フロアマット、デラックスタイプ、バイザー、トーナー防止機能付きナンバーフレームセット、プレステージ、ラケッチソフトトイですね。ついて、1、2、3、4。リアシート背面もついてくるんですね。94,600円、こちらを選択で、エクステリア下からですねチェックしていって、上からとこういう風にですね3分の1がエクステリアの画像が載ってくるんで、で、ドアハンドルプロテクター、まあここら辺フィルムの方が安いんで、あと最近フィルム高いんで、どっちも高いんですかね。まあ、一旦、今回プロテクターの方ですね、つけといて。で、ここら辺はつけずに。ルーフラック。フィールドパッケージっていうのがあって、パーナミックビューモニターつけるかつけないかですね。値段がちょっと違ってきて。で、ここら辺、マットガード、17,600円。ドエッジプロテクター、プロテクションフィルム、ロッカー部分。最近、ドアハンドルのフィルムですね、プロテクションフィルムが高くて、プロテクターより6,000円ぐらい高いですね。で、他は、システムラックアタッチメント関連があって、浸水ドアミラー、
ハンズフリーパワーバックドアがメイクオプションですね。車体の下に足をかざせば開くパワーバックドアで77,000。サイドターンランプ付きオート連動式の格納ミラーもメイクオプション88,000。まあここに標準装備にしてほしかったところではあるんですけどね。であとはエクステリア関係のエアロパーツがラインナップしていて、ここ辺のオプションつける人も割合1割もいないみたいですからね。パノラマムーンルーフ、チュートスライド電動式、これが143,000、挟み込み防止機能付きでつけといて、他の車種より4万ぐらい高いですけどね。でインテリア、まあ、デジタルインナーミラーもつけといた方がいいですよね。でアクセサリーコンセント、あ、これ付き合うんですね、ガソリン車で。 AC100V、 100W 電源で、ベーシック一押しはさっきつけて、ここら辺もさっきのセットオプションに含まれていて、アームレスト安いですね。サイドタイプ式16,500円。ラケチ関係のマットの先のセットオプションに含まれてるんで、インテリアイルミ、赤外線カットフィルムつけて、どう付けできないですね。赤外線カットフィルムつけた場合セットで付けないオプションが結構多いんで、今回つけずに、スカフプレート、今回フィルムつけたんでつけずにですね。かっこいいですね。モデリスタのパーツなんですね。51,700円で。セーフティーセキュリティ。まあ、ここら辺もさっきのセットオプションに含まれてるんで。リバースエンドミラーもつけずに。プロジェクションイルミ、ラブ4。プラズマクラスターの LED ルームランプ、後方ガーデ、マップランプ、あ、これ取り付けできないですね。ラケッチ LED 37,400円で、でナビオーディオ、ディスプレイオーディオプラス28,600円、 10.5インチ、こちらをつけて、 HDMI 入力端子がグローブボックス内14,300円で、ドアレコ高いですけど、まあ、つけといて、でその他で、で3つ目結果で、改良点に関してはですね、1日違いで一部改良実施した新型ハリアとほぼ一緒で、ラブホーンの改良点が放棄対応に伴う変更と、パワーバックドアの操作音が追加で、あとパワーバックドアの動作時間がですね向上して、開閉スピードが速くなったんですかね。であとカタログが10月上旬ですね一新して、で見積もり結果で、車両本体ガソリン車アドベンチャー36,840,000で、オプション716,210円分つけて、諸経費が267,500円、保証がつくしプランですね9,200円込みですね。でオプション類はこれだけですね。メイクオプション込みでつけて、まあガソリン車なんで減税免税は特になくてですね、食費が267,500円かかってきて、で、イケアコン相場は、まあ、開業前と変わらないと思うんで、20万前後ですね。で、納期情報として、ガソリン車とハビット車が全グレード半年前後、で、PHEV だけは納期早くて3ヶ月っていう情報ですね。で、車本体プラスメーカーオプション、ディーラーオプション、諸経費込みで、総額が、改良後ラブ4、
ガソエン車アドベンチャーの4駆、まあ、4駆専用車で466万7710円ですね。466万7710円なんで、まあ167,710円値引いてくれたとして450万あればですね、一括購入で十分な装備内容でガソエン車のアドベンチャー購入できるといった感じです。はい、今回開業後ラブ4を見つめながら、開業点と性能オプション関連、レイキャンコン相場、最新動機について紹介しました。